あんたら、この先の町へ行くのかい？なあ、そのつもりだけど。だったら気をつけろよ。町では衛兵が相次いで失踪しているらしい。失踪。以前、対策本部で報告を受けたな。忠告ありがとう。それじゃあ。衛兵が失踪か。カラント、もしかしたら暗黒騎士が関わっているかも。よし、町へ行って話を聞いてみよう。あなたはこの町の衛兵ですよね。俺たちは衛兵の失踪事件を追ってここへ来たんです。詳しく教えてくれませんか？詳しくも何もそのままさ。町の周囲を見回りに行った衛兵が次々に行方不明になってる。今も見回りに行っている衛兵がいるが、ひょっとしたら あいつも。いや、変なことを考えるのはやめよう。とにかくみんなそのことを恐れてしまって調査することもできていない。それなら俺たちが調べますよ。お前たちが？剣を履いているってことは剣士なんだろうが。はい、氷協会に協力して魔獣討伐などを行っています。失踪した衛兵がどの辺りへ見回りに行ったのか教えてくれませんか？わかった、教えるよ。くれぐれも気をつけてくれ。それと
今見回りに行っているやつは俺の友人なんだ。そいつの無事も確かめてやってくれ。ええ、探しています。行くぞ。俺たちの力。
行くぞ。ジェネレートクリスタリンエレメント、ジェネレートアクイアスエレメント、
大丈夫ですか？助けてくれ。切り傷ですね。かなり深いけど大丈夫。私に任せてください。ありがとうございます。助かりました。あなたたちは一体？町の衛兵が失踪する事件を調べているんです。今はあなたが見回りに行ってると聞いて探しに来たんですよ。そうですか。本当に命の恩人です。一体何があったんですか？見回り中に不思議な花を見つけたんです。カラントですね。それでその後は？はい、しばらくは花を調べていたんですが、特に危険性もなさそうだったんで町へ戻ろうとしたんです。しかし振り返ると一人の人間が立っていて、あ、思い出すだけでも恐ろしい。そこには誰がいたんです？騎士です。真っ黒な鎧をまとい剣を吐いた。やはり暗黒騎士。間違いありません。実際に目にしたことはありませんが、話には聞いたことがあります。無事でよかったです。暗黒騎士、確かに強いとは聞きますが、聖豪騎士ほどではないはずです。中には聖豪騎士の目をかいくぐって人界に侵入した奴がいるのかもね。結局は聖豪騎士に撃たれてしまったんだろうけど。やっぱりベルクーリさんの推測通り、カラントによって蘇った可能性が高いか。まずは彼を町へ送り届けましょう。ああ、そうだな。ありがとう。わかりました。ダメだ。すみません。いいえ。はい。はい。つまり。なるほど。おう。それは。いいえ。ありがとうございます。